続きまして、ラジオネームかなかな。皆さんはコンサート前にすることやコンサートが終わった後にしているケアなどはありますか？ちなみに私は、そうですね、私は結構まあ主に歌い手なので歌がメインになるので、まあ、声出しだったり、あと終わった後は吸入器っていう、いわゆるスチームを飲むパーッと当てることをしたりするんですけど、なんか皆さんは終わった後とかのケアってありますか？